頑張れ。動画をご視聴中の皆様、お世話になっております。本日は量産地帯無限復活対ユニオンスタジアムにお邪魔しております。文字通り無限復活での人したオープン貸し切りだな。10は丸いの M870 ブリーチャーを使用中だ。めっちゃ生態コネコネされました東北キリタンです。前より少しだがベイロに近づいたかな。もう今の私を受け入れてください。愛してください。もういじくり回さないでください。これは試合ではおいしとげきの悪いこと言うんじゃねえ。いじくり回されたキリタンと聞いて帰れ。まあ実際動画の数上げてボイスピのキリタンに慣れてもらうのが一番いいんですよね。今の私が唯一無二の私なんです。わかったわかった、もう見せようとか言わないから。さて、このイベントの話をしましょうか。現状はドミネーション戦、フィールド内の3つある缶を上下にひっくり返して陣地を取り合います。ちなみにウップ主が赤チームですね。ほんで無限復活祭ならではのルール、としたら自陣方向に20歩下がって復活だ。このルールが非常にストレスフリーで前線の戦闘を激化させてますね。普通の無限復活なら自分の復活地点まで下がるはずなんだが、これは復活までがめちゃくちゃ早いんだよな。良いことなんですか？それ個人的には楽しんでるぞ。たくさん打てて楽しい。ただこのフィールドだと正直少し怖いところもありますね。非常に近い距離感で打ち合いますからね。でも使い下くさん打てるから、痛いのさえ我慢できればどんな初心者でもきっと取れるぞ。痛い時点で初心者は近寄れないのでは？厚着しろ。でも蓋もない。でもせっかくサバゲーするのについたち一回もきっと取れなくても楽しめるかって話よ。ウプ主がどっぷりサバゲーハマったのも最初のサバゲーでたくさんきっと取れたからでしたからね。うまいこと裏取りが決まってな。そこからもう沼るのは早かったな。そういえばウプ主の昔の動画見たことないですね。やめろ、見るな、頼む。投稿者の地図ですね。コールありがとうございます。この復活時のストレスっていうか面倒さがないのは非常に助かるな。そんなことよりショットガンはやはり良いですね。ポンプアクションでしか得られない何かがありますよね。加えてブリーチャーは6発発射モードがある。その快感は垂涎ものだぞ。その分弾も使いますし禁止されるフィールドもありますけどね。弾が1発当たれば死ぬ遊びで確実に6発撃たれるわけだからな。あんま受けたくはねえよな。だからこそワントリガーでちゃんと仕留めたいですね。まあ弾なくなるから3発モードで運用すっけど。ウップ主当たらないから6発でも変わらないのでは。6発でも3発でも当たらねえときは当たらねえから。コールありがとうございます。カメラで見ると結構敵の姿見えますね。画角は正義ってな。このカメラも相当使ってるので寿命近いですけどね。なんでソニーはウェアラブルカメラから撤退してしまったんや。 GoPro が強いですからね。その GoPro もパクリが幅利かせ始めてますけどね。乗車治水ってやつだな。コールありがとうございます。カットとゲットが混ざりましたね。やめて、言い間違いの失敗って割と恥ずかしいから突きつけるのやめて。ウプ主の恥なんて見合ってますよ。コールありがとうございます。さすがに同じところ攻めすぎてもアップされ始めたな。ウップ主同じルート行きすぎなんですよ。慣れたルート楽なんだもん。新しいものに挑戦しない姿に年齢を感じますね。ということで主催にお願いされてここから黄色チームだ。今まで味方だった人たちを撃つんですか？大丈夫、どうせ知らん人たちだから。人の心とかあるんか。とはいえちゃんとゲーム調整ができるのは好感が持てますね。いや本当にな。
昨今はパワーバランス調整をしないフィールド、イベントが多すぎる。そんなに重要なことなんです。キリタンスプラで敵エスプラ4以下味方 C マイ3以下と自分だったらどう感じる？はぁ、あ、クソゲー、二度とこんなゲームやらないです。せやろ、勝ち負けを求める人ばかりではないので厳密に調整を行わないといけないわけではありませんがね。それでもワンサイドゲームは避けるべきだ、絶対にな。コールありがとうございます。 PV ゲームと違って実際に硬いリーディー団を人間に叩きつける遊びだからな。一方的なゲームは必ず不満を呼ぶ。そのあたりを察知できるかできないかが主催者様の力量だと思いますね。兄に一緒に来てるから敵とまとめると危険ってことですね。でもオープン主一人ごときで戦況って変わるんです。あ、ちなみにここからは動きの少ないところとかはカットも入れていくぞ。質問に答えていただいても？主催者様の失敗はオープン主の力量を勘違いしたところですね。正直否定はしづらい。経験は長いですが下手の横好きみたいなところありますからね。コールありがとうございます。捨て身特攻しやすいのもこのイベントの特徴だな。まあ勝敗とかないですからねこのルール。ウプ主のプレイも捨て身特攻みたいなものですからね。俺は綿密な計画の上で捨て駒になってるだけだから。暴言ですね。コールありがとうございます。なんかもう一人打つくらいなら地味に見えますね。お前このゲームだけでもヒット数、普通の動画1本分のヒット数なんだぞ。まあでもヒットがもうイコール取れ高ってレベルじゃなくなったってことですよね。多分元からこの動画に求められてることってそういうんじゃない気がしますがね。作業用に聞いてもらうのが一番いいよな。コールありがとうございます。最後なんで銃捨てたんですか？ハンドガンに切り替えようとした。ハンドガン忘れたことに気がついた。ほんとクソみたいな理由でありがとうございます。セーフティにはあるからゲームに持ってきなさい。ちなみにこの時ブリーチャーのガスタンクも紛失しました。後から見つかったからセーフ。次のゲームだな。今回は東京丸いガスブローバック AKM になります。今の暑い時期にぴったりの銃ですね。暑い時期がそもサバゲーに向いてねえけどな。サバゲーマー変態さんばっかりだから問題ないでしょう。それと今回はルールが変わります。今回はカウンターメディック戦だ。特殊なメディック戦だからルール説明はしっかりするぞ。まずメディックですが全員にその権利があります。メディック方法はきっとショータッチです。コンデ味方にメディックされたやつはバリケー1枚下がってから復活だ。でもそれだといつまで経ってもカウンター増えなくないですか？その通り、カウンターを増やす手段が必要だ。そこでメディックに一つ追加ルールがある。こちらのメディック戦、敵のメディックが可能になります。敵を助けてあげるってことです。そうだ、敵をメディックすると敵は自陣復活ポイントまで戻り、カウンターを押して復活になる。つまりこのゲームは味方を復活させ前線を維持し、敵を復活させて前線を下げさせるというゲームになります。へえ、面白いですね。敵はメディックしなくてもいいんですか？構わんぞ、それも戦略だな。敵がメディックできない位置で敵を倒し、放置して戦力を削ぐってこともできる。王道戦略としては前線の敵は放置し戦力を削り、後方の敵の火力を減らす形でしょうか。まあみんな思い思い楽しんでるからな。王道とか捨てて好きに楽しんだらいいと思うぜ。基本勝ちに徹するとつまらなくなりますからね、サバゲーって。コールありがとうございます。いやーな、でっかい盾とかありなんですか？全く問題ない。このイベントは割と何でもありだから。近接武器もありなくらいですからね。むしろ言っちゃ悪いが一人の大盾はカモですらあるな。タンクはアタッカーがいてこそですからね。コールありがとうございます。本当だ、近接武器いる。あれはもう味方と敵をメディックするだけのマシンだな。それでもこのユニオンスタジアムならスーツとは取れそうですよね。なんつっても敵との距離感が近いからな。シスターよりは遠いですがね。あれはもうフィールドがバグってるから。それにしてもやっぱり AKM はいいですね。ガッションガッション動いて楽しいです。なんだかんだあんまり使ってやれてないからな。高額サイトも載せてませんしね。いや AKM は俺はアヤン派だ。
ザットもスコープも載せんぞ。あなた今スコープ自体一つも持ってないでしょ。そろそろ動画も進みそうですし、スコープあった方がいいんじゃないですか。うるせえ、まだ大丈夫じゃ。どうせ遠くなんて当てられませんからね。この距離なら当てられるもん。遠くを狙うフィールドに行かない系投稿者。だって遠くを打ってる動画って動画としてつまんなくね。それは見せ方によると思いますけどね。ガンカメラと併用して動画作れば面白い動画も作れそうですよね。でも車種が動かないと動画の動きがな。この動画動き回ってますけど、そこに盛り上がりはありませんよね。動き回ってる時は俺らが喋ってる時だからな。せめてもうちょっと実況動画っぽい感じをですね。割と動画として今更じゃね。今からでも実況っぽくします。え、実況ってどうすればいいんだ。投稿歴8年超え衝撃の事実、実況ができない。実況ができないからこそソフトウェアトークで動画作ってるからな。コールありがとうございます。黒いおじさまは近接武器でしたね。ワンチャン背中切られてた可能性あったな。そんなことより AK のマグチェン下手くそすぎでは。世界で M4 ばっかり使われてる理由がここにある。生産数では AK なんだよな。俺 M4 派だし。コールありがとうございます。ここの敵は復活させてよかったんですか。俺の直感がここ敵に飲まれるって言ってたから。スター6個くらいしか手に入らなそうですね。もう年単位でプレイしていない FGO。 ソシャゲするのも体力がね。やっぱりおじいちゃんじゃないですか。まだ心は若手だもん。アホなこと言ってる間にメディック完了。一個後ろのバリケードに下がってから戦闘続行だ。これが敵にメディックされた場合、自陣スタート1まで下がってカウンターを押すわけですね。おや、正面の味方が落とされてますよ。いけってか。いや、あれ正直ってそうなんだよな。嫌な予感を持ちつつもウープ主突撃。嫌な予感は的中して無事死亡。いや、多分これ FF だわ。まあいきなり横から飛び出てきたらそれ撃たれますよね。味方にメディックしてもらったから実質ノーダメよ。味方の手を煩わせてるのでダメです。どっちかってと被害者側なんだけど。コールありがとうございます。クリアリングが甘かったですね。いや、まあこれだけワッチャワチャしてると角待ち対応できねえわ。ワッチャワチャしてるからこそクリアリングが必要なんですよ。待って、キリタンのワッチャワチャ可愛くね。やめてください。ボイスピ独特の読み方事故ですね。ごめん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 。ヒットコールありがとうございます。つい銃口向けれて下の人撃っちまった。良いんじゃないです。あれは撃たなきゃ撃たれてましたよ。ルールとしては味方にメディックされたらバリケ1枚下がって復活ですね。まあサバゲーのルールは複雑にすればするほど勘違いされるからな。複雑なルールを完璧に理解した人たちで遊ぶのはとても楽しいんですがね。とはいえ多くはその日初めて会った人たちだったりするし、ルールを全員が集中して聞くわけでもないからな。テレビゲームみたいにできないことがプレイとしてできなくなるわけじゃないですからね。だから定例会やオープン貸し切りでは基本的には単純なルールの方が不満が出にくいですね。まあルール説明聞かないのが悪いんだけどな。コールありがとうございます。結構弾使っちまったな。電動ガンみたいに多弾マグじゃないから、弾弾に気をつけてくださいね。弾弾より先に敵に気をつけるべきだったわ。完全によそ見してて見えてませんでしたね。よそ見じゃないもん、味方の進行状況は決めに見ただけだもん。それを世間一般的にはよそ見をしたと言います。あんまり味方の手を煩わせないでくださいね。でも俺が率先して前に出ることによって敵の位置を知らせる人力 UAV としての利用法がな。 UAV さん、せめて味方から見える位置取りで戦ってくれません。 UAV さんは死んでる時だけの能力だから。今は生きてるからセントリードローンさんだから。セントリードローンさんはもうちょっとエイム力あるので。100歩譲ってもストームトルーパーくらいのエイム力ですね。映画やアニメにおけるモブの射撃能力の低さは毎回疑問に思っちまうよな。実弾とエアガンでは全然違いにしろ、まあ違和感は拭えませんよね。でもモブがみんなエイム力あったら物語が終わってしましますから。リコリコの千里みたいな反射神経があって設定があれば別だけどな。リコリコ2期の放送をお待ちしております。コールありがとうございます。やっぱ突っ込んじゃダメだな。それこんだけ人いますからね。横のラインをガンマンに取られてますね。正直普段のゲームだとリボルバーとかあんまりヒット取れないが、このイベントなら十分活躍するな。そういう普段日の目が当たらない銃を存分に使えるのもこのイベントの強みですね。ユニオンスタジアムっていう近距離戦前提のフィールドっていうのもそこに良い方向で作用されてますよね。これならウィンチェスターとかでもよかったな。ウィンチェスター
って何ですか？ああ、今度動画撮るからその時までのお楽しみってこって。ここで左から敵の強襲。音声オフにしてるが親の仇みたいに撃たれたな。それなりにきっと撮ってて邪魔だろうし、仇くらいには思われてるんじゃないです？仇に思われてるなら仕方ないですね。ここで初めて敵からのメディック。この場合は自陣でカウンターをして復活だな。まあ、ウップ主にしては頑張ったんじゃないですか？お褒めいただく光栄だ。非常にわちゃわちゃした感じでしたね。たまにはこういうのもいいだろ。ということでここでゲーム終了のホイッスルだな。無限復活祭、初の参加でしたがいかがでしたか？いや、想像以上に楽しかったな。正直結構笑いというか期待してなかったんだよ。ストレスフリーの復活、全体的なお祭り感、参加者の皆様が楽しんでるのがよくわかりましたね。私から見ても皆さんが楽しんでるのがよくわかりましたね。初心者にも向いてるのでは？ただ初心者はもっと涼しくなって厚着してもいい時期になってからだな。無限に撃たれるから。今回が近い距離の打ち合いだったからってのもありますけどね。投稿者的にはこの距離感は大好物です。総合すると非常に楽しめたっていうのが総評ですね。またフィールドによってはぜひ参加したいですね。主催もフレンドリーで周りをよく見てるのが好印象だ。このイベントは期待していいと思う。進めたいのはやっぱり初心者さんでしょうか？そうだな。逆にベテランはある程度遊びの銃で参加するぐらいが楽しめるぞ。あんまりガチガチにヒット取りに行くのもな。感想としてはそんなところでしょうか。また必ず参加したいイベントだったと思います。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。結局ウィンチェスターって何でしょうか？